いやー、俺買ってみようかな。自信ねえわ。まだ組んでみました。はい、パリキャットやってみましょう。オッケー。ちょっとね、秘策がある。なんだと刺さってくれることになる。さて、やりたい動きがいくつかある。なんならむしろね、じゃんけん勝って高校取るまであるね。じゃあ高校だね、旦那さん。高校でいいよ。実はそっちもそうなんじゃないですか。はい、開花のビッパスの方が安定するんちゃいます。大丈夫、じゃんけんぽい。はい、一個でしょ。はい、先行で。本当に先行でいいんですか。いや、よかった。流れに身を任せて高校取れたの、うれぴー。あー、一個欲しい。よろしくお願いします。お願いします。多分ビップバースなんで、これ。なるほど。あー、メッサもなさすな。これなら耐えてるわ、全然。あー、確かに、はいはいはい。まだやれる。はい、全然いける。でも、はい、まあ、笑われるかもしれないけど捨て張りして終了で。まあ、でも悪の出るぐらい飛んできそうな気がする。まあ、そうだね、それぐらいはできそう、一応。クイックボール使います。ブイサンダース捨てます。まあ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 、奥さん。ちょっと待って、誰その人。旦那さん、俺の親戚。ダーマガーチョンプかな。マナビさすがに逃がしたいわ。まあね、キャプチャーつけて。ああ、利点だね。エネいらないでっていう。とりあえず逃げエネに全張りできるっていう。マナビ消えると、まあ後々ちょっと怖いのか。俺ね、でもほら、サンダース出すならいないのと一緒だよ。輝く不思議な瞬間。ウィンディー召喚します。クリボでおキャップ。おキャップ了解。はい結構なさそうなのに、ちょっとうざい。そう、おソロでゴースタワー出して、はい、先に2枚引いてみるか。ゴースタワー相当い関係ねえ。関係なさそうだけどね。関係ない。あー、はいはい、全然関係ない。ゾロはベンチ。あー、ね、出して、はい、これね、出しすぎるとセイボリ怖いんですよ。そうだね、一旦それぐらいにしとく。逃げます一回で。もしかして姿勢打つ。余裕で姿勢打つ。姿勢相当打てたけど、待って、姿勢やばい。姿勢ちな打つ。姿勢ね、これやばい。表出されたら。いやでもこれね、もうセイボリはセイボリで一回受け入れるわ。ちょっとね、もう一匹置いときたいこいつは。あー、確かに。いや、めっちゃ怖い。おい、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 姿勢マジ。姿勢使います。危ねえ、危ねえ。あ、勝敗変わるよこれ、ガチで。姿勢やめって。あ、姿勢打ちます。やめてくれよ。うわー、危ねえ。そう、タワシュールでサニーブルーム使います。はい、手札が4枚になるまで引ける。姿勢を持って多分負けてるね、試合に。そんなにそんなにじゃない。そこまで言う。ジメラ。はい、それご作します。OK。はい。はい。で、そのまま使います。OK。持ってくるは、まあ、エネはハンドにあるんで、一旦パルキア V スターだと、クイックボールを持ってきます。いいっすよ。で、からの、からの、タツプリバケツ。タツプリバケツで、タツプリか。基本水エネルギーを2枚。タツノコプリンですね。はい。で、クイボで基本水エネルギーをトラッシュ。はい、ああ、相手必死だな、サンダース見てからね。いやもうこんなんスターポータルを打ちに行くわ。さっさとね。怖すぎるんで。確かにアタッカーをちゃんと育てていればね。ハガゲコ。オッケー。じゃあ、そのまま置きます。で、隠し札。オッケー。基本水エネルギー捨てて2枚。はい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 。キャプチャーエネルギーでパルキア置いた方がいいね。はい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 。オッケー。はい、スターポーテル。スターポーテル了解。で、2枚を、まあこうして。どうしような、これ。ちょっと手札見ますね。はい。手札水辺にあるんで。じゃあまあパルキア。まあでも、マリウ、マリウ誰ではあるべきから。まあこうでいいや。はい、了解。どっちでも殴れるようにしとこう。くそ、防御姿勢が俺の。いや防御姿勢はもうだから相当負けてるのよこれ。でメスも置きます。 OK、 いいよ、これでいいでしょう。もう十分でしょ。悪のレイ。はい、取りました。失礼します。ありがとうございます。シューちゃんで。なるほどね。はい、一旦ひずいガーディっすよ。はい、一枚引きます。ハイパーボールで。おい、これはね、ちょ、打ちたかったけど、ヒナツとグライナス出るわ。本当に打ちたかった。ヒナツ？ヒナツ。いや、まあ一旦ゾロアークの方がいいのかな。ちょっと難しいですね。ゾロアークを選ぶと。はい。ジョーで。ジョーでいくわ。覚悟見えたね。まあ、お猿かな。お猿出して、さっき2枚引くか。なんか、切れなくて、ね、殴れなくてもしょぼいからね。そうだね。1枚。これいらなくて、あー、なんか慣れていて。あ、強い。ね、これは、守りたいカードってことね。守りたい心。どっちでかな、一回。で、うん、そうか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 、うん、ピオニーで捨てるからダメだと思ったら先これでいけんのか、はい、原変化で、はい、これはじゃあ、召喚します。マナフィー消えんのあざっす。でも
駆けつけて。いや冷静に倒せんのいないわ。その月光がねこの盤面。しないです。オッケーオッケーオッケー。もうないよな。いけるいける。でこれで、はい、お香とお香と何？なんか来ちゃったからねこいつ。なんかそう来ちゃったからなんか。こいつ持ってきたから。本来これ持ってくるぞ。じゃあベルトでいいや。はい。でお香使います。はい。これもう捨てていいよなんかもう。まあ。な本来持ってくるべきカードがなんか引いちゃったから微妙に。うん。わけもわかんない。そうだね。いいんじゃない？でも、でまあなんか、はい、いやこれどうでもやっとくわ。はい。で、じゃあ手札0枚で発砲破れ190ダメージお願いしていいですか？はい。で、ターン終了時にサニーブルームで4枚まで引きますと。で、次の場合一応ゾロワークでウィンディーにはなれると。90一番面倒いからね。うん、はい。で、終わりです。はい、1枚。はい、で、じゃあ止まってます水も。ちょっと待って、インテロンが3枚ハンドにいるんだけど見てよこれそれは悲しいね。お香にしておく。どっかでね、はい、あのパルキアがどん詰まることを祈るしかないこいつで。いやちなみにもう止まってるはい。いや頑張って俺が後もう止まってます。供給し続けられるからな。はい、悪の練りで、はい、終了でーす。それそいつは七輪儀で来るからゾロアクマイか。やべえ1枚一回チーちゃん使うか。うんこいつもう落としますよ。ああ、うん、どうでもいいかどうかとなると、はいはい、おくい、オッケー、おくい了解。おくいで、まあガーちゃんはおこうか。レベルボール対象なし、はい、のぶき村に張り替えます。あざっす。で、ゾラ現役で、はい、スイウィンディ召喚して、うん、で、じゃあデッキをカットだけして、うん、うん、なんかまあ貼っとくわ、適当に、はいで、ハンド0枚で発砲破れで攻撃で、で、気絶してサニーブルームね。サイドに取って、サニーブルームで、2枚なんで4枚。了解。2枚で、いやー、これさー、まあ、なんでしょう、うん、アクアバレットで取れないんだよ、なんかバグで翡翠ウィンディが。お届け村あるよいや、どうでもいい。まあ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 、まあ、パルキアっすね。アルセウスどこにいたんだ1枚引きます。いや、でもパルキアがちゃんと殴ってくるのきついな。頑張ってどうにかだな、ガチで。はいはいはい、手割りします。いやー、パルキア領域できないね。悪の練り終了。いや、進まれてるんだよな。そうだね、痛いことに。まずい、普通に。そうだね、次のパルキア取ったらやばいね。うん、次のパルキアにちゃんとエネが張れたらやばい。なんか手札に種ポケモンめっちゃおる。一旦落ちへか。こいつはキープしておきたいカードなんで。はい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 。となるとハイちゃん、はい、いか落ちると必要づらく、ちょっとなんか余分なのが多すぎてなんかね、こっちもこっちでカツカツなんですよ。確かにね、進化のエラフィもスターポードル切ったしね、回収しましょうよ、もう頑張って。あ、確かにね、それあるね、一理、うん、一理あるわ。でもこいつらどうせ切れないから無理だわレベルボールでじゃあガーディン一緒か。防御姿勢もあるから、防御姿勢ね、ちなみとね、うざいよ指1でいったんもらえる。そうそうそう、かなり一回村出してるから、旦那さんでね、回収ネットで、はい、まあいいよ、手順にしといて、ちょ、ほんとこいつが生命線だ、今八方破り190ダメージ90ね。で、サニーブルームで4枚さあ、どうだ。いや、不思議な、そう考えると活躍めっちゃしてるな。かなり活躍はしてるめっちゃ活躍してるな。終了、1枚頼む、次ハルキア来んな、ハルキア来んなメロン。ああ、それ渋いね。3枚。オッケー。よしか。ひゃー。よし。あるある。ウィンディで殴れたらある。ウィンディで殴れたらある。サンダーズが鬼のようにきつくて。強いね。メッソンはまあ置いていいか。そう、涙メール消えてるからもういらねえんだよ、俺もこいつ。もうなんか。ウキリちゃん貼ったのかな、もううざいから。もうウキリちゃん貼るわ。オッケー。いいよ。鬱陶しいため、はい、どうでもいいっすもん俺も。はい、あーなんかベルトも来たわ。適当でいいわ、はい、悪の練り終了。ここ殴れたら2回最後防御して打つ1枚。はい、あーやべえかこれ。あ、確かにね、うん、リオにもやもう。え、ちょ、打つわ。はい、そりゃそう。え、超了解。キヨニとヒナは意味ない。ちなみに旦那さん、多分こいつ食えたら勝つよ。そうだよね。このターンに全てかけた方がいいよ。そう、このターンに全てかけるよ、ガチで。で、こうなったらもうレベルボールで圧縮だな。ちょ、これね、多分ね、食い物とか配合引かないと無理ですね。はい、レベルを打ちます。頑張ろう。これね、ピオニー、ハイパーボール、その他の類を引ければ、サルジエで、はい、いけますね。手札これなんですよ。きつそう。
つそう。いやでもバイクピオニー4枚あります。当ててくれ。あー4か、祈りしてるよ。まあ、ベンチ出す前でいいか一回。ちょ、本当の魂のサルジウスは、これはね、まあ、まあこうでいいっすね。はい、ボールガイとかでもいいってことね。ふっ、スイー。うわー、どー、まあ、友達店長使った旦那さんが偉いと思っとくか。いや、後輩くんの進言にね、ありがたい話をしとくわ。で、待って、雪道で止まってんだけど、こいつ。そうだよ、だから貼ったんじゃん。うざいって。回収ネットリセットしますもん。うんうん、まあ、こうか、もういらないカードを引き抜いとくことだね。で、回収ネットで、まあ、回収するんですけど、まあ、出さざるを得ないっすよね。やれるたんもう、でも、まあ、まあこれで変にね、切れないカード来ても嫌だから、ヘビーボールで、まあ見るんですけど、まあこれも、持ってきちゃダメなんで、加えないですね。はい。で、よし、こぎつけたぞ。あー、待って、マジで。サンダース、きついって。突破できないとこんなきついのか。お願い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 。まず N を引かないといけない。お願いお願いお願い。まず N 引かないといけなくて。後ろにパルキ当たったらきつい。あー N 引いた。こいつ進化、はい、使えませんね。使えないけど、はい、手張り、はい、ボスサンダス。あれついに解放。はい。ここにインテがいるのよ。なんかレベボで地面になっとくは一体。あ、その通りだ、その通りだ。そう。なんです、裏工作できないのに。あ、サンダースが、そう、もう一回立てるしかねえか、頑張って。え、金か。はい、アクアバル、こいつが飛ぶのか。120なんで飛びますね。はい、飛ぶ。で、待って、マナフィーの特性消えてるから多分20ダメージ入るんで。ああ、じゃあ一応なんか一応ビンディとかにしとくか。はい、はい、そうか。ああ、中途。いや、俺はね、そいつは食えますね。はい、はい、進化の子。はい、で、ゾロは食う。で、こうなったら、もうこいつ食われたら負けなんですよね。クイックボールで、ゾロは捨てます。まあ、そうね、はい、確かに。で、これは、まあ持ってきませんと。うん、で、何すればいいんだ。幻影変化使います。はい、これでもうチルタリス納得は。で、イザナウ調べ使います。はい、これで、もう絶対に縛られることがないようにしておきたいね。ドキドキしてきたわ。はい、ピオニー上にします。了解。発砲薬で160万でし、偉いなこいつ。そうなんだよね。11枚。はいはいはい。ツツジ売ったのかな、もう。逆に。うん、インテリオン、はい、裏工作します。はいはい。でもスタポも打ってるし、メロンもないからね。そうなんだよね。こいつも回収ネットで回収してパルキアもないか。そうそうそうだね。回収ネットと、だからパルキアを持ってきて、あとはエネに回収した感じだね。なるほど、ね。まあ、それはできるか、回収するなら。で、クイックボールで、はいはいはい。まあ、もう裏コースつかないか。で、オリジンパルキア V、回収ネットでインテリオン回収します。はい、で、ジメレオンで、まあ、バケツまでは1個、はい、トレコで。はいはい、まあどうでもいいっすね。まあ殴られたら負けなんで、もう進化は関係ないかな。いや、一応関係なくはないのかな。いや、まあ一応、まあ、まあいいです。はい、トレコ、はい、で、メッソもまあ置いて、はい、使った、okay、で、もうパルキアは山にないので、はい、なんか外れになるんでマナヒも置いとくか。はい、もう立ち合ったねえわ、はい、進化で言うかもしんないけど。まあそうですね、まあ、ちゃんと数えたらあれかもしんないけど、まあいいや、筋で。ああ、俺のピオニーが。まあ、やれゆうたんとチルタリスいたらなんか殴られそうだな。いけんのか。はい、はい、これこう、はい、オーケー。基本水エネルギー回収。多いっすよ。手張り、はい、で、次、進化。そうだね、エネで勝ちか、バイクは。で、今何したんだ。な、手張りをした、終了回、うん、じゃあ終了で。はい。ああ、いらね、今はいらね、やばい。やばそう。いや、俺これ減らせないんだけど。もしかしてやばい旦那さん。ちょっと待って、これどうすんだこれ。まあ、殴れれば勝ってたって感じだね。まあボスは仕込めるんで、うん、そうだね。これもしかしてかなり外れ引いた。いや、まあどうだろうね。いざなう調べっていいですか一回。はい、どうぞ。かわいそう、手札。いや、でもね、結構渋かった、確かにこう見ると。あー、まあ、まあ、ハイパーボール引けてればね。ピオニーが結構多かったからって感じだね。
さっきね、やんなきゃいけなかったけど、ちょっと、ね、となると、はい、俺もボスか。あでもエネでね、逃げられて結局パルキアまた壁にされるだけだもんね。まあでもね、結構サポが厚めになっちゃったから最後、うん、ピオに行くためにあそこでしょうがないね。はい、ピオ撃つか。ベルゾーピオン、サニーブルーマ使わないってことだからさ、この2枚回収させていただきます。はい、サニーブルー使う？いえ、使わないです。で、サルジエでボス仕込んどくわ。了解。はい、あ、はいはい、なるほどね。だってボスってもうトレコでも回収されて逃げられて負けだもん、無理だもんね。また同じ状況になるだけだもんね。大体サニーブルームで、はい、終了です。一枚いきます。トレコ、あ、やだ、負ける。はい、でもね、待って、山にないとかないか。いや、さっき数字で戻したな。うねる、そう、負ける。おーい、サニーブルーブルームに頼り切った俺が負けたってことか。サンダースなんか立ててる場合じゃねってことか。くそ。いやでもサンダース明確にきつくはあったよ。でもね、うん、殴られてたら負けるわ。まあそうだね、うん、いやー惜しかったね。いや、かなり惜しかったね、うん、いやでも強そうだったよ、すごい、うん、動きやすくはあった、かなり。